皆さん、日本語の EPG パトシャーラにようこそ。え私は鈴木だ美ですで。今日のモジュールの題は、えー、江戸の小説、で副題は下作とついていますね。でそれについて、えー、文化的な背景などの説明を行っていきますで。文化的な背景ですけれども、 近世という時代は普通歴史学では織田信長の全国統一からを近世と言っています。もちろん江戸時代は徳川家康が江戸に幕府を開いてからということになりますで。しかし近世文学というと普通はもう江戸時代の文学を指して用いることが非常に多いのですね。それには、 江戸時代に日本の社会が大きく変貌したことが働いています。徳川時代、あるいは江戸時代というのは、徳川幕府が市の交渉という厳しい身分制度を作って、また、鎖国政策などによって、2, 2世紀半にわたって、あるいはそれ以上にわたって、平和と秩序が続いたということがあります。また、 えー、幕府は交通網を発達させますそして参勤交代も行わせますそれで地方の武士も江戸に上ってあるいは江戸屋敷に住んだりそういうことが頻繁になりますので、えー、文化文芸のが、まあ、全国的に展開する地方だけに閉,じ閉ざされたものではなくて全国に展開するというそういう 基礎が作られましたまた、印刷技術の発展これは木版で人が彫り込む木版をってですねそれをするでそうすると様々な挿絵絵を含む書物が大量にできるようになりますまた一枚の版画から刷り出される数も次第に多くなっていきます今は電子,電子活字電子 ののののフォントでですけれれども、もその前は活字金属活字、字金属印刷が行われました。しかしヨーロッパで金属活字が使われているのを日本人は知っていましたけれどもそれよりも半みで彫った方が効率的だ費用も安いということからあーまた絵の入れるのも簡単だということから、えー、木版が発達したわけです。 室町時代くらいになってですね、文化や文学が特定の階層と知識人だけではなくなり、武士層や民間にどんどん広がっていく傾向が見えていました。商業が発展するにつれて、その傾向はどんどんと進んでいきます。一つの文化がそうすると全国の身分を超えて広がるように見えますが、しかし、 一方では厳しい身分制度がありましたので、いわば高級な文化と、これを蛾、優雅の蛾という字を書いて、蛾の文化と言います。それから庶民向けの俗の文化の二つの層にはっきりと分かれて、それぞれに展開するという傾向が著しいのです。徘徊や読み物、 あるいは浄瑠璃、歌舞伎などは、町人たち、民衆が見に行くもので、いわばポピュラー文化、ポピュラーリテラチャーにあたりますが、それが他の国に類例を見ないほどに、早くから多彩に発展した。これが日本文化の大きな特徴を成しています。今、二つの層にはっきり分かれた というふうに言いますが言いましたが、それとちょっと矛盾するようなこともあ起こります。例えば百人一首というのはあ皆さん知ってると思いますけれども、それは平安朝文王朝文化の、えー、中で作られたあ和歌を百人一州ずつ選んだものですね。それを町人たちが 特に女性たちが、若い女性たちがそれを楽しむ和歌を覚えるための道具にしたり、あるいはそれでカルタ遊びをする、そういうことが盛んになっています。だから上流の文化を仮想の庶民たちも楽しむという傾向も見られるわけです。あるいは 能楽、お能の能は歌う、歌いというのが、師匠を読むのを歌いというふうに言いますけれども、それを、えー、公家や高級の武家ではなくて、その辺に住んでいる町のおじいさんが歌うなら、うなるというふうに言いますけれども、歌っている。そういうことも見られます。えー、武士層、ありい、 平安時代の公家あるいは高級な武士がたしなみとするものを庶民が味わうというような傾向も発生しているわけです。えー、はっきり2つには雅と族に分かれていながらしかしその間には穴が開いていて、えー、両方の交通も行われる下級の武士もですね本当は見に 1>, 1年に1回しか歌舞伎は見に行ってはいけないという決まりがあったんですけれどもこっそり何回も見に行く人が出てきたり田舎には大名は自分の屋敷に歌舞伎を招いてそこで楽しむそういう交流みたいなことも行われています。それが江戸時代の文文化や文学を非常に複雑なあ えー、複雑な様相を生む原因になっています大きく分けると江戸時代の前半には商業が京都や大阪を中心に発達しましたから上方文化が流盛をしますで後半には文化の中心が江戸に移りますでまた身分制度には 大きな枠組みドン交渉の大きな枠組みは保たれていましたけれどもしかし養子縁組や、えー、などを通していろいろ階層を移動する階層の間を移動するそういう抜け道ができたり文化が2つに、えー、分かれているのがだんだん入り交じってくるそういう様相が強くなって文化的な秩序も かなり崩れていきます時代が進むにつれてですねで、世相風刺などもかなり鋭く行われる傾向は見られますがしかしこれは幕府によって禁圧されますそこで全体としてはですね後半の文芸は遊戯や娯楽を主眼とする江戸下作と呼ばれるものが盛んに ななっていくことになります下作についてですが下作は、えー、戯れに文を作るということなんですがこれはいろいろなうん世界各地に見られるものですし日本でも江戸時代に限られるものでもありません。日本の場合は江戸の中期以降つまり主に江戸を中心にした発達した俗文学。 小説の類を指して下作ということが多いわけです。それは作者の側にも読者の側にもふざけたものだという考えが共通していました。つまり儒学や仏,仏教などの教えを説くもの本に対してもの、えーまあの本というふうに立派な本というものの本もの、えー、の本に曰く。 というとそういう儒学や仏教の教えを説いた本なんですがそれに対してまともな教えを述べ,述べたものではないというそういう,うふざけたものだという意識がありますもともとその庶民に向けた演劇などは作者は教えを簡単にしてそれを身近なものに引き寄せて面白く聴取見る人に伝えようとする。 傾向ががありますがそういうのはどこの国でもどこの地域でも見られますけれども、えー、日本の場合は王朝文学の中にあった色好み高色な面に重きを置く傾向というのはもうすでに江戸前期の前半の元禄期の井原西閣の公色時代男などに受け継がれていました。それがさらに江戸 あの場所としての映像ですね下作で非常に全面化すするという,う傾向が見られますでもともと庶民向けの演劇などではどこの国でも同じことですが、えー、教え教訓というのを中心にしてそれをごく簡単に分かりやすくしてそして身近なものに引き寄せて演ずるというような傾向が見られます。ところが日本の場合 それに、えー、加えてですね、紅色の面が非常に色を好む紅色の面が非常に強く出てきます。これは王朝文学の中にあったものですけれども、色好みを、おその傾向を江戸時代前半,前半の伊原西郭の紅色時大男というのは非常にそういう面を強く受け継いでいます。での 公職者と呼ばれるものです。それがさらに江、江戸の江戸江戸時代後期の江戸で花開いた下作の中で全面化するという傾向があります。他方で、えー、風刺を込めて幕府を間接的にも批判するということが長く禁じられました。そういう風刺が出てくる。出てくるんですけれども、それを幕府から禁じるということが繰り返されるわけですね。 でそれで幕府は、えー、まあ教法の改革などでは道徳の範囲道徳を述べる範囲に限るように命令を下すあるいは共和の取締りなども19世紀に入っ,入っても出版取締りが行われるそういうことが繰り返されたところに、えー、笑いや娯楽あるいは公職のものが ふ、えー、れるととといいいいううう傾向が生じたというふうに言っていいと思いますえ次に日本の小説及び小説論ですけれども、えー、と日本で小説論というのが本格的に発展するのは明治時代になってからだ西洋の文芸批評の刺激を受けてからだというふうに言われています。えー、とそのこと まあ本格的に発展するのはそれで間違いないんですけれどもそれ以前に中には「ロ論」というのがあります「カロ論」ですね。で鎌倉時代に入る頃日本の物語について批評した書物があります「無名増史」という本ですけれども、えー、この本は宮廷で和歌をめぐってあるいは「源氏物語」などの「 物語などをめぐってみんながいろいろ評判を述べる。そういう、まあ、歌語の場というふうに、源氏物語では書かれていますが、歌語というふうに書かれていますが、その場面を報復とするように、物語形式で書かれたものです。源氏物語の中の光源氏は、あの、次々に、えー、相手、 となる女性を描いて消しからない消し変えてけ、えー、しからんというようなことを女性たちが述べてるいるような場面もあります。えー、それで、えー、三分の物語のお批評が始まり、それから室町時代から戦国時代にかけては、えー、僧侶は特に僧侶ですね物語、えー、源氏物語というのはあの不義の声ばっかり書いててしあのー、やはりけしからんんで。 あのその中の登場人物たちもあるいはそれを書いた紫式部などもちゃんと地獄に落ちないように、えー、してあげるっていうんで、えー、祈祷をしたりするようなことがあってですね「源氏物語」をめぐって評判をめぐってさまざまな議論が続いていきます。そうして江戸時代中期の国学者 本居宣長という人は「源氏物語玉のおしなどを書くようになります。それとは別にして別に中国の白馬小説交互体で書かれた小説に水古伝というのがあります。でこの登場人物たちっていうのはえー、分かりやすく言うと盗賊の群れなんですけれどもいや彼らこそ国を思う。 中義者なんだというふうに論じる李卓吾という人が中国に出てきます。この説が江戸時代にはもうすでに様々に読まれていて、とりわけ極定馬金の周辺では小説の人物をどうやって造形するか、つまり普通は盗賊に見えるような人なんだけども、 それが、その人が忠義を貫いているっていうんで、ちょっと矛盾するような面を見せるわけですね。それのためにはどういうふうに書いたらいいかっていうような論議が行われます。そして、えー、馬金は物語から浮世増子、浄瑠璃などの経譜を辿って、作者たちについての評判を書く、金世物の本、江戸作者部類という本を編んでいます。物の本は、 本来は教えを説く立派な本を指す言葉なんですけれども罰金は李卓号に倣って普通は価値が低いとみなされているんだけものをいやそういう,う民間にそういう道徳を説く読み本こそが立派な本だ儒教の本ではないけれどもそうじゃないそっちの方が立派なんだというふうに逆説的に主張しています。 そんなふうに小説についての議論は江戸のうちにある程度進んでいました。江戸時代特に元禄期の民間では井原西閣の浮世像師、近松門左衛門の浄瑠璃によく示されているように中世の仏教的な無常観ではなくて家族の間の感情、まあ、骨肉の情というふうによく言いますがそれについてあるいは男女の恋愛の情の ある本居範長もその気風を受けて「不義の恋愛は褒められたものではない決して褒められたものではないけれども「源氏物語」に書かれている思い合う男女の心情というのはよく示されているということは尊いことだというふうに いいていましたそこで坪内逍遥小説真髄は人情や世帯世間のありさまのありのままを書くことが、えー、西洋の小説の作法だというふうに、えー、まあ一旦主張するわけですけれどもその際馬琴が説いていた「完全懲悪」これは、えー、坪内逍遥が小説真髄を書く時に「 えー、若い女性、えーまあ、学生とかあいろいろな人たちの秘書についているような男の人たちの間で「罰金の小説は非常に歯がります」で「そうじゃなくて完全懲悪はダメだよ」り退けて「ありのままがい」を主張する時に本居宣長もうこう言ってるではないかというふうにして玉の先にあげました「源氏物語」うん。 玉ののといいうのを挙げていますつまり、えー、西洋の小説論を受け取るための装置受け皿としてですね、えー、馬金の小説論や本居宣長の「源氏物語論」などが働いているというわけです。そこにも伝統の作用が働いているわけですね。 次には、下作者と出版業者の関係について述べてみたいと思います。西洋近代の文学の批評というのは、どうしても作家の個性というのを焦点にして論じがちです。しかし、西洋よりも早くにですね、民間の読者を相手に出版されて、様々な出版物が日本では出回っていました。その出版物では、 作者よりもですね出版業者藩元といいますが藩を起こす発売元ですねが主導権を握っています上方と江戸の2つの地に問屋仲間という一種の組合ができますそこでは今、まあ、日の特許権のようなものが働いていますしその2つの組合で 出版の権利が独占されていました他の人が勝手に出しちゃいけないということですねで民間の本の売買というのは多くは行商の方式で行われていましたその他にも町に店舗を構えて貸本屋さんというのが繁盛しました行商の方式の貸本というのは中国でも様々に行われていたわけですけれどもこの 店舗を構えた本屋さんというのは、えー、日本でどうも独特の発達をしたようです。類例はあの少しはあるようですけれどもあのヨーロッパにもですね、えー、こんなに流行ったところはない。日本ほど流行ったところはない。それだけ民間の読み物を安く借りて読みたい人たちが多かったということでしょう。でまあそ,そのためには読者の 需要をどんどんん満たしていく人気のあるものを次々に作っていくためにさまざまな工夫が行われます。えい、ー、りし絵ですね差し絵を入れるというのもその工夫なんですけども井、えー、原西閣の本などでは1ページに1つ差し絵が入っているようなものが多いんですけれども江戸の後期の豪勘間,間を合わせる と書く豪間ものと言われるものでは長編ですそこではむしろ絵の方が中心にあって字がその間を散らしている私たちはとても読みにくいんですけれども江戸の人たちはそれで十分楽しんだということです、えー、文字と絵の関係が逆転するようなことも生まれていましたその版元出版業者と作家との関係ですけれども江戸の前期に金造氏 の様々な形を開拓した人人に浅い量をい,いという人がいますこの人はどうも自分の意向で出版したいものが強くあってですねそれと版元と意見が合わなくてどうも喧嘩になったようですあるいはもうすでに著作権のようなものを彼は主張したのかもしれませんその後出てきます井原才覚はですね むしろ自分から本屋さんの手伝い出版元の手伝いをして出版プロデューサーのような役割をしていますでこの方式は江戸に舞台が移って江戸の下作者の中にもかなり受け継がれていますいろんな本のプロデュースを下作者たちがするという役割を果たしていくわけです全体は読者の好みや趣向に合う本を が多く出されるわけですねでそれで、えー、そういう傾向は式典サンバの作品の序文にも見られますしはっきり書いてありますしまた、えー「三東京伝」という人は半本に「早く出せ」と言われたんで今これを書いているなんていうところから筆を起こしたりしています。そういうい出出版版社と作家ののの関係はは,はるかに出版業者の側の リードで作られていてい作,作,作家の側もその手伝いをするという関係なんですでそのために読者の傾向に芸、まあ、合的なというふうに言ったらいいんでしょうか、えー、笑いやコッケが多くの幅を利かせるあるいは読者の知らない土地を案内する旅行機機構文というのの形も盛んに,になって形も変わっていきます。 だから恋愛関係などを通して人間の情感情を表現する。そういう小説がさまざま好まれるようになっていったわけです。しかし場合によっては下作者が庶民の政権への反感というのをうまく捕まえてそれを代弁するというようなこともありました。その方がまあ人気が出るわけです。そして、えー 物を書く人というのは、小さい時から教養を身につけているわけで、どうしても武士の出身者が多いわけですね。その武士の出身者なんだけれども、武士を辞めてしまって物書きになるというような人もいます。そうすると、武士の世の中のことをよく知っているわけですから、歯に着ぬ着せぬと言いますが、飾らないで言いたいことをズバズバ言う人も中には出ます。その方が受けもいい。 平賀源内という人、あるいは小井川春町という人、春道ですね、ごめんなさい、いう人、それから補正道地産寺というような人が、あ他にもたくさんの人がいますけれども、そういう人が武庫市の出身者で、かなりズバズバものを言って、庶民には人気は出るんですけれども、しかし幕府の反感を買うというような。 現象も江江戸戸時代ににははの後期には見られますお大変人気のある人が出るわけでえさっき挙げました三,堂三東京伝という人や式典三馬なども活躍しますそれから江戸時代の特色出版物の特色なんですけども小説と同じ登場人物がですね小説と演劇それから説教 絵の中にも登場したりあるいは語り物いわゆる芸能の中に活躍するそういう現象も見られます。れから下作のタイプですけれども簡単に言いますと、えー、表紙に色がついていてその表紙の色で呼ばれる赤本黒本青本そして奇、えー、拍子。 などがあります。赤本などは子供のためのもので始まります教訓子供に教訓を教えるためのものとして始まりますがだんだんそれが青年向け青少年向けになり大人向けのものになっていきます。そして英雄豪傑が活躍するものや戦争の場面を中を沸き立たせる。 ようなものもも出されていきますもう一つの系統に大人向けの談義しゃべる義を断ずる正しいことをしゃべるというのがありますこれは多く僧侶が語るわけですが僧侶が語るといっても仏教でに限っているわけではなくて儒、えー、教や神道などの教えも説いていきますだから 中国の伝記怪談ですねお化けが出てくるお話などを使ってそういうものを町人に教えを説いていくそういう生活の知恵を教えるそういう教養書のようなものも盛んになりましたで笑いのジャンルですけれどもそれももともと根尺物語あるいは自義物語説話の中に あったわけですけれども、江戸時代になると、それがいよいよ盛んになります。で、そういうお話そのものが滑稽なもの、あるいは謎々のような基地や、えー、謎うクイズのようなものですね、そういうものも、まあ、反事ものなんていうふうに言われますけれども、お盛んになっていきます。最後あのー。 江戸時代の末期に色定三馬という人が活躍しますが、先ほど述べましたけど、浮世風呂とか浮世床などでは、本当に庶民の生活のありのまま、人,人情、世帯のありのままを滑車する場面があります。で、滑稽なことに、江戸の人と上方から登ってきた人が、 戦闘といいますがお金を払ってみんなで入る公衆浴場の中で、方言をめぐって喧嘩をする。江戸方言を上方の人は馬鹿にすれば、上方の方言を江戸の人は馬鹿にする。そんな、えー、庶民の、それもまあ、喧嘩、激しい喧嘩というよりも、まあ、それを読んでみんなが笑う。こんなことで嫌いやっておかしいというような場面もさまざまにあります。まあ、商人文化の一面が、 非常にそういう点に出ているわけです。でそして、えー、恋愛話の江戸の末期は人情本と呼ばれるものですけれども、これは恋愛の場所は芸者さんたち有利ですが、有利の中で行われる恋の駆け引きなどが、うんその有利の習慣、風俗習慣をみんなに知らせる。 という役割とともに、えー、非常に受けます。でそのジャンルの中から江戸末期ですが為永春水という人が出てきまして「春色,春色梅小読みという,うこれもな何かにも及ぶ人情小説を書きます。これは一人の男を巡って芸者さんたちの間の、まあ、恋の駆け引きが展開されるわけですけれども。 芸者さんたちの間にも義理を立てなきゃいけない、上の人に義理を立てなきゃいけない、義理と人情の板挟みがいろいろ生まれる。江戸の前期には、伊原才閣など、あるいは近松門左衛門なども、武士の義理と人情の板挟みっていうのを書いてるわけですが、それが町人の、しかも女の人同士の義理と人情の葛藤、心の葛藤っていうのを書いていくようになります。 風俗や習慣、例えば着物の柄など、非常に細かく書き込んでいく。リアルに書き込んでいく。そういう小説が春色梅語読みですで。これはもう、えー、男が有利,有利でどうやって芸者さんと遊ぶのかという、ハウトーモノ、ハウトーモノのようにしてそれを学ぶというよりも、女の人同士の声の 恋の駆け引きや、などですから、女の人が、家庭の女の人も楽しむ。そういうものに変わっていきます。もう、近代的な風俗小説と呼んでもいいような、まあ、少しスタイルが江戸時代のものですから違うんですけれども、そういうものに極めて接近した、近づいたものが、江戸時代には生まれていました。式帝三馬の 浮世風呂とかそういうものも風俗を滑車していましたし「えー、食べ長春水」の春色梅小読みは、まあ、恋愛の機微というものを、えー、細かく書いて風俗も書いてる、えー、二つともーヨーロッパの小説よりも早くに風俗小説と呼ば,呼ばれるような特色を備えたものができていました。そこが日本の 江戸時代の下作の面白いところですどうぞ皆さんも楽しんでみてください